攻め寄せた敵はこれで残らず引き返すことになろう。奴らがたどり着く前にさっさと関所を突破するぞ。はい、ナルサ様。ナルサス、出立は明日はずよ。いやあ、すまんすまん。山中で暦を見ることができなかった。日にちを間違えた。貴様、騙したな。みんな、起きろ。アルスランたちが逃げるぞ。なんだって、明日じゃなかったのか。みんな、随分慌てているな。全て読めたぞ。妙に目が手足のような。一人を置いて、偽の情報を流しておいたのです。明日、山の外の仲間と交し、包囲を突破すると。なるほど、敵は明日までに準備を整えればいいと考えたのだな。ええ、その通りです。奴らが慌てている隙に山を抜けましょう。救援感謝いたします。これより私も共に参ります。全て読めたぞ。決めるカラーにし、北側の者たちのようだな。ダリュン、彼らを助けられないか。はっ、お任せ。今が好機。おお、助かりました。我らも協力いたします。おお、助かりました。私もご一緒させてください。橋は落とす。敵の主力は引き返し、別の道を探しているだろう。いずれは追いつかれるのではないか。まあ、お主のことだ。手は打ってあると思うが。ご明察。奴らの道を塞ぐ罠を用意してある。先に関所へたどり着き、仕掛けを動かせばよい。敵より早くたどり着けたようだな。では、罠を動かすとしよう。ナルサス、カーラーン様のもとへ来るがいい。あの方はお前の知略を高く買っている。俺がカーラーンに仕えた暁には何を保証してくれると。イアルダ・ボート教信徒としての権利すべて、それに返上したダイラム領主権の回復を。ふん、ではカーラーンの犬目に伝えてもらおう。苦肉は一人で食え。ナルサスにはまずすぎるとな。ふざけるな。その言葉、後悔させてやる。これで敵の主力が戻ろうとも、ここで立ち往生。さあ、関所を守る兵を倒し、先を急ごう。よし、これで関所は突破できるな。包囲網は突破できたようですね。追いつかれる前に脱出しましょう。すぐに追ってが参ります。急いで脱出しましょう。桟橋に船を隠しています。それを使うことにいたしましょう。これは料理長。こんな高度なものが作れるだろうか。殿下がお悩みになる必要はありません。これは私がお預かりします。いや、しかし殿下、ご自分の言葉をお忘れですか。料理のことはエラムに任
かせるのが一番です。料理だけではなかろう。お主は何から何まで任せていたではないか。ダーリュウ、ナルサスは雌雄ともに優れているのだな。これからもいろいろと教えてほしい。ナルサスは雌雄ともに優れているのだな。これからもいろいろと教えてほしい。さすがはナルサス様でございます。これぞ芸術。芸術を理解せん奴らも。ナルサス様、ご無事でよろしゅうございました。ナルサス様、船が壊されています。そんな、どうすれば。殿下、ご心配なさらぬよう、こんなこともあろうかと予備を用意しております。エラム、北の感動を抜け船を引いてきて、その間私たちでこの桟橋を死守する。わかりました。すぐに戻ります。どうした？何の騒ぎだ？エラン、カーラン様に逆らうとは愚か。ほう、韻を踏んだ良き故障だ。しかし、この国のエーランはバフリーズローである。バフリーズ老人は死んだ。あのシワ首はヘクバターナの縄文前にさらされて、ひび割れた口で皆に幸福を勧めておろう。なんだ、芸術を理解せん奴らも。貴様の首を今ここで切り離してくれるか。このままではいかん。本体に伝令を送れ。救援要請を。指揮砲台やりやがって。かかれ。バフリーズ、いつも稽古をつけてくれたのだ。バフリーズが鍛えてくれなければ私はアトロパテナで死んでいた。なのに私はいつも愚痴ばかりを。殿下、好き放題やりやがって。さらばだ。ナルサス、相変わらずいい腕だな。やはりお主は芸術より戦いの方が向いている。お前などに負けはせぬぞ。これぞ芸術。芸術を理解せん奴らご覧いただこう。これぞ芸術。今日のところは引いてやる。芸術を理解せん奴らめ。お前などに負けはせぬぞ。これぞ芸術。術を理解せん奴らめ。ナルサ様、遅くなりました。ご苦労、全く遅くはないぞ。さあ、船に乗って脱出しよう。
ここまで来れば大丈夫です。そうか、アトロパテネからの距離を考えればそろそろルシタニア軍がエクバターナに本格的な攻撃を始めている頃でしょう。エクバターナの城門は堅牢です。ヒアをもってしても波状椎をもってしても破れませぬ。しかしこの世に絶対の防御などというものはありません。例えば内側から開けるということが。だがそのようなこと可能です。もしも私がルシタニア軍の指揮者であれば、弓や矢や剣より言葉を持って門を開けてご覧に入れましょう。言葉で内部に協力者を作れば良いのです。エクバターナの中にルシタニア軍に協力するものなど。そうか、それは奴隷たちだ。